時の会長はこれ使ったじゃん。これなのはいっぱいで使う。フルだとこういう音。うん。これでもやっぱり俺下げちゃう。いい音だね。これどうやって切り替えるの？あ。だから記憶できる。わかんねえ。ノスケスチやからついてる。文明開化の音がするわ。ほほほほ。新しいですね、わりかし。はい。すげえきつい。いやいや、文化や楽器店なのだ。ホームページに来てくれると嬉しいのだ。メルカリやヤフオクもいいけど信用できるかどうかはね。磯積さんも大概だけど。なのだ、 YouTube と同じく楽しんでほしいのだ。ズンダモンでした。サンキュ。高校時代やったよ、ピッチブラックも。寺内の校庭のために。いいなお前ら、こんな楽な曲で。寺内は弾けねえもん。なんかこう簡単にはつって、リッチブラックマンを1ヶ月かけてコピーして。待て、ほら、お前まだそんなことやってるのって言われる時代だったから。あ、なるほどね。で絶対そいつらより俺の方が上手いって分かってたから。それでもやっぱジャンルでバカにするわけ。分かる？分かる。何お前まだ寺内やってんのっていう時代があったんだよ。要はエレキブーム、GS ブームが終わった時、ハードロックが入ってきた時ね。だからやったよ。ハートブレイカーね。覚えてるね。覚えてるさ、もう。孤独の叫び。やったよ。クリソツだろ。素晴らしいね。それで散々やってやって、ポンとギター置いて、そのやってるメンバーに、いいな、こんな楽な曲でお前らのやってんな、寺内やってみ一回、つって、
もうその後ろを振り向かずに帰って、それから一切悪口を言わなくなったという。そんなにすげえんだ寺内って言ってみたいな。全く回りくどい人生だな俺は。いやかっこいいと思うよ。その通り。だからこのギターではない。うん、そうだね。でも今ねゆるゆるできたから弦が。そう今来たんだもんな。小田先生とやってるちょっとライブ、あの時に、うん、あの完全にほらバックっていうかサイドに回ってたじゃないですか、うんうん、あの時の、ね、印象がものすごい強いんですよ。なるかっこええなと思ってね。あの時俺あれ使ってたよね、ポール・リード・スミス。今昼川くんに売ったあれ。なんて執着のない人なんだ。全然いいと思わなかったよね。うかっこいいなと思う。第3のギターって言われてんだあれ。そうね、うん、やっぱこれだな。そうよ、モズライトかよ、うん、やっぱりあの船釣りに戻るな。あ、弦変えてね。ほらなんかダンボール叩いてたみたいな音だ。いいね。文化や楽器店なのだ。ホームページに来てくれると嬉しいのだ。メルカリやヤフオクもいいけど信用できるかどうかはね。磯積さんも大概だけど、なのだ。 YouTube と同じく楽しんでほしいのだ。ずんだもんでした。サンキュー。いいですね、うん、今日は何をやろうか考えましたが、はい、歌謡曲です。歌謡曲、はい、いいじゃない俺の好きな曲で、はい、まあ、あの CM さ、うん、最近入れてあるじゃん、うん、あれな、うん、ひろゆきじゃなきゃダメかな。いや別にいいんだけどさ。ちゅうかね、それ今日取り直したいと思う。だから、イッサンの絵でコマーシャルをまた撮り直そうと思ってる。うん、うん、090-33-0970-27 あれはずっとなんか滝沢さんという人からメール来てんだけど、ああ電話番号書いてなくて、またうん、あの磯次郎の値段を教えてくれって言って、ああこのままだと一生買えないからお前、打っといてくれよ。また買えよ。、うん、これどうやってやるの。 CD CD がCD うん、ねえ、本当になんでこうスイッチ一つでできるようにしねえのかな、メーカーも。まあ、なんていうか、そういうバカ向きには作ってないってことや。うん。CD 普通は簡単で使えるもんだと思ってるんだ。あっ、あれ焦ってるやつだと押されてる。やめるかな、今日何言ってんの。なんでこれ切っといてね。CD じゃなかった。ラジオにしちゃってる。 CD は CD12、これ12になんねえのなってるよ。なったな。あれ今ポーズ押したでしょ。もう一回押したら動いてんだったわ。ああ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 あ、これはね全編大好きな曲なんですよ。最初からやってよりさ、もう引き
しましたったっけ。あこれね運べる。この半音上がいいのよ。心満載の曲で、もう一回行くね。はい、今は棒引きですかね。棒引きこれね、これね、こうやってやって、なってんだけど、2人やってんの。だけど、暇だもんで、で、3つでハモってる。そういうこともできるっちゅう、なんてことはねえ話ですよ。やだね、この下。よし、いっか、ちょっとやってみるか。前編ファズだよ、前編ファズ。小倉圭先生のね、名曲ですよね。あ、また余分なとこおっしゃった、俺。カットするのめんどくせんだよ。OK、はい、こんなもんでいい。Thank you.
に最高だね。本当かね。うん。文化や楽器店なのだ。ホームページに来てくれると嬉しいのだ。メルカリやヤフオクもいいけど信用できるかどうかはね。磯積さんも大概だけど。なのだ。YouTube と同じく楽しんでほしいのだ。ずんだもんでした。サンキュ。そうやって歌わすんだね。そういうこと。例えばこれね。ツッコトン。ノリがいいとになっちゃうね、うんうんうん、で、もう一回いくかね、もう一回聞いて、うん、すごい突っ込んだり揺らしたりしてんだよ、これ、うんうん、もう頭の中もう16になってるから、うん、そこのノリだけ要注意ってことかな、うん、おい会長もやってないでしょ。いや、わかんねえんだ、俺それ確か、梅芝居もやってなかったと。で思いながらも自信がなく、どうでしょう。あ、どっちもいいけどね。どっちもね。ただここの。残すね、やるんだけど、こ
つながりを前の音に行く前の音を両方出してるとかっていう、こういうのを解消する色っぽいよね。いやでも民謡系の歌手ぐらいでしょうね、こういう表現が。なんとかさ、今でもスキーのドームにこのあのあれカラオケ欲しいっていう人がいたら、あこれだから三声でやったら今みたいにねかっこいいですね、三本ギターでもう終わり終わりかい、終わりこれあのこのカラオケ欲しい人はあの欲しいって言ってください。はいはい、あそうってお、そうっていう、そうね、それで終わりかい、うん、でもなんかあ弦ついでに買っちゃおうかなとか言うとでも著作権の問題があるから、うん、あの上げたりはできないし、うん、売ったりしちゃいけないんだけど、売ったりはしてやるじゃないですかね。でも、うん、なんかこういう方法あるよって抜け穴ばっかり、そうそう、これいいなこのギター、 あの ね、 いいね、オールドは軽い。文化や楽器店なのだ、ホームページに来てくれると嬉しいのだ。メルカリやヤフオクもいいけど信用できるかどうかはね。磯積さんも大概だけど、なのだ。 YouTube と同じく楽しんでほしいのだ。ズンダモンでした、サンキュ。これで夢芝居弾いてみるか。いいですね、あ、いい、あ、それちょっと攻撃的にいいかもしれない、ね、でもね、モドライトが売れちゃうのもそれによってモドライトが売れちゃう、やっぱりダメかみたいな。この間の あれもう出したっけ、何もう一本あるの、もう一本ジャズマスター、あ、なんか見せてない、出してない、あ、本当か、うん、それも入ってきたんだよ。アーミングが違うもんな。よし、アーミングはやっぱりそっちのあれなのかね、モズライトのは使いやすい、使いやすいね、使いやすいっていうか人間の声に似た表情が出る。ああ、なるほど。もう12だよ、12。知ってるよ知ってるけど12に持っていく方法が分かんない。どうしようもないな、あれ。あ、なんでそれでいい、それだったよ。お、やった、焦んないことだよ、回ってんだろ。誰が焦ってるか、お前焦ってんじゃねえか。
たり前はい、じゃあここで CM 入れといてください了解了解。文化や楽器店なのだ、ホームページに来てくれると嬉しいのだ。メルカリやヤフオクもいいけど信用できるかどうかはね。磯住さんも大概だけど、なのだ。 YouTube と同じく楽しんでほしいのだ。ずんだもんでした。サンキュー。次、ほい、これな、うん、下取りなんだよ。下取りなの？下取りっていうか、まあ、訳あり下取り。どういうふうに訳ありかっていうと、はい、どっこい。お、うん、綺麗ですね。綺麗っていうか、要はあの引いてないから。あ、そうなの。あのな、うん、この人これ注文したんだって、うん、そしたらアームはここだ、あの半年ぐらいかかりますって言われて、うんうんうん、でお金も払っちゃったんだって、うん、で、うん、12月には来ますっていう話で、うん、まあ、6月とか7月頃頼まれて、はいはい、で12月に、うん、来ました、うん、あ、来ましたよね、来ないの、うんうん、でその間に、うん、磯太郎が欲しいと、うん、いうことになって、うん、で、俺のところに電話があって、うんうん、来たんだ、ここに。おうおうおう。で、実際にいらしたってことね。そうそう、それで、うん、磯太郎は、今年の2月ぐらいに納めたのかな。はいはい、うん、で、その時に、うん、俺を下取りしてほしいって、まだ見てもいないし、お金だけ払って。っていうギター、わかる言ってることは。わかるよ、わかるから。だから、あの俺はもう先に磯太郎が来ちゃったもんで、うん、また取りに来て、うん、いつになるのかなみたいな、うん、で12月にはって言いながら、もう2月かなんかなんで、その時に、うんうんうん、来んのかなって思いながらも、もう約束だから渡して、うん、じゃ来たらちょうだいねっていう話で来ました。交換ってことでも交換。そうそう、それで、うん、これなんだっけ、島村楽器で、はいはい、名古屋の方の島村で買ってる、うんうん、それはやっぱり、うん、あそこから出る時には保証書に島村さんの写あの、うん、ハンコが押してあって、うんうん、で先週のに今週の日曜日に、うん、来ましたと、はいはい、今から持ってきますって持ってきたと。そのまんま来てる。新古品ですね。全然だから新古品というか新品なんです。新品ってことで、あの手続き上、うん、保証書にハンコがしてあるだけで、うんうん、まるっきり本当にド新品なの。で、これも売ります。それは USA ね、全国共通で、うん、あのサウンドハウスでも何でも40万7千円で売ってる。そうね、めっちゃ高いですよこれね、35万ぐらいで売っちゃう。だって俺早く金に換えないと磯太郎の分があるからさ、まあ、ちょっともらったんだけどね、プラスで。太い。これね、でしかもこうバインディングありのドットポジションではなくブロックポジション、ね、なんかドーミルソンタイプみたいな、です。あ、素晴らしい、うん、この写真載っけて、まあ、後で綺麗、はい、に写真撮りましょう、はい、でこれもあれしますね。すごいな、なんかな、よし。それで磯次郎が勝ったわけでしょ。勝ったっていうか、まあ、こいつが負けた。負けた。うんうん。
なんですよ。だからそういういわくつきで俺のところに来たと。やっぱでもそれだったらモデラーの方がいいから。まだ、あ、だからいやいやどうしようこれどっこいっしょ。ということで今回2本ギターをね、うん、そうですご紹介ということで、これね、これ今アームロックここに置いたね。ぜひぜひこれ買って、ね、夢芝居を練習してください、うん、買わなくなっちゃうからこれね、アームベッベッベッ、うんうん、特有のちょっとした雑さというか、そういうのはあるんです。全くです。こういうところはこれあのモズライトのさ、うん、そのね、うん、あの丁寧な感じっていうのはちょっと違いますね。よしここに置いとこうなんかこの下がさあれだからそんな感じです。文化や楽器店なのだ。ホームページに来てくれると嬉しいのだ。メルカリやヤフオクもいいけど信用できるかどうかはね。磯積さんも大概だけど。なのだ。YouTube と同じく楽しんでほしいのだ。ズンダモンでした。サンキュー。はい、こんな感じで今日は2本ご紹介と。うん、それと、まあ待望の夢芝居の演奏を聴けたということで僕は満足でございます。はい、はい、まあ歌い回しっていうことで大事だよね、本当に思うな、うん、あの棒引きが割と、よくてっていうか評判が良くて、まあね、あれでも難しいっていう問題だ。そうそうそう、だけど要はあのこの辺で本当はこう弾いてるんだよって、うん、だからあの元ネタが分かんないで、うんうん、やっぱり発展系だけ聞かされてもそれはやっぱり頭になっちゃうから。そうですね、まあ、原曲にへつらえって言うんですよね。そうそう、俺はね原曲を聞いて歌詞通り弾くんだよみたいな、うん、それそうすると弾いてる人はもし歌詞を知ってる人は、うん、そのタイミングとかが一緒だとこれも心開くから。ああ全くその通りだと、うん、これ感じますね。だから俺売れてない曲のオリジナルを聴くのが嫌いでなんかあんまり楽のねえやつの弁論大会聴いても面白くねえじゃん。ひどそこはね、お前の言うことなんて聞きたくねえよみたいな。なるほどね、うん、やっぱりねある程度の共通の言語という表現をしますけど、 ある程度うん、何歌っても弾いてもうまいねっていう人が、うんうん、これ僕のオリジナルなんですけどって言われたら、うんうん、ちょっと聴いてみようかなって気になる。だけど、ね、だからライブ行ってその人がまずオリジナルを3曲弾いたらもう帰る、うん、俺じゃあ僕もそうなりました。知ってる曲を何曲かやって、うん、これ人の曲ばっかりなんで僕の曲も聴いてくださいっていうのがう、ね、俺は謙虚な姿だと思う。先生を通じて、はい、お客様で、あ、全然いいですよ。すいません、いやいや、また来るよ。あ、いいよいいよ、全然 OK だよ。もう終わりますんで。うん。はい。すみません。なんかそういう乱入者が面白い。僕の先輩で、僕の後輩です。市議会議員を今やられて、はいはい、もう利害関係のみで付き合ってる。まさしく、まさしくそうです。今の人誰？今の人リバティの社員。マジ？あれ知らない？知らない。なになんで入ったじゃん、新しく新入社員。これとか挨拶来たのかな。そうどこの重鎮だよ。今冷たくあしらってる。だって会長の次に俺いないんだよここで。はい、そういうことにしとこうか。会長の車今あってた。ほんと、あ、車そういえば止まってたわ。すごい車。ほんと、うん、帰ってきたら宮にしまって。それでいいと思いますよ。それでいいと。この清水の、はい、あの宮城島さんっていう市議会議員でございまして、はい、自民党、はい、今自民党、あんま言わない方がいい。
そんなことないよ。そんなことないですよ。自民党はもうしっかりやってる。どうよ、小池百合子さん。僕はゆりたんと呼んでました。ゆりたんは、いろいろこの大学の詐称疑惑とかありますけど、まあ、蓮舫に…国籍よりは まだマシっていう。え、お前そんなひどいこと言っていい？なんでそうやって立場を変えてる？違う、この間見てて、見てたけど、ゆりたんは、福岡、え？帰る？青木さん。はい、どうも。あ、そうなんですか。なんで？いつから？この間あったじゃんね。なんだ、あったわ。え、東海地方じゃん。そうそう、東海地方。ブラスバンドの。そうそう、ブラバンの話だった。はい、そうそう。はい、まあそんな感じで、はい、よろしくお願いします、はい、で、ゆりたんはゆりたんが豊満なんですよ、体型が、ね、で、蓮舫は、うん、あ、まあ笑顔が似合わない女になってると思いません、まあ、噛みつきダメなんて言われてますよね。え、はい、そうです。昔ゾウガメっていうあのアルバイトの女の子いたけど、いましたね。リエっていうの。ダメだ、名前出してダメだった。まあそれで、うん、僕は自民党だ立憲民主だなんだ、はい、お互いに勝手に応援しなさいよみたいな体にしてますけど、はいはい、もうね、蓮舫だったらゆりたんにするかな。まあ二者択一だったらね、はい、だってあと玉上さんはやっぱりちょっと右寄りすぎて、うん、俺は好きだけど、うん、最近なんかちょっと変節してるらしいですよ。え、中国マネー入ったかな。あ、多分そうなんじゃないかな。まずいな。まあ国士なんてそんなもんですよ。そうかな。僕は悪口は言わないな。最低だな、この男は。蓮舫は好きか嫌いかって言ったら、蓮舫が好きって言ったら、うん、俺もって言っちゃうかもしれないけど、いつも裏ではクソみそ言ってますからね。バラしてあげて。とね、立憲のね、この間、はい、日本放送の、はい、あれを聞いてた、朝6時から8時までのやつ聞いてて、党首が出てくるんで、はいはい、やっぱね、国民民主のなんだっけ、あれは菅さんじゃなくて、あの若い方、うんうん、代表の方、代表、しっかりしてるね、ああしっかりしてる考え方が、うん、その次の日に、うん、泉さん出たんだよ。ああダメでしょ、ね、なんか任せらんねえなと。あの人なんでいつまでもやってるんですかね。そう、ひげ剃ってこいっていうね、ラジオだけど、うん、まあ、そんな感じですね。はい、わかります。うん、まあ俺は勝ちと見た。勝ちと見た。ゆりたん。ゆりたん。うん。まあ蓮舫だったらな。な。っていうか、普通まともの人はそう考えると思うよ。まあ、ゆりたんもな、うん。なんかでも、対自民でワイ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 やって、で、反勢力だったじゃん。うん、まあそうですね。そこが変われたところもあるんだけどね。うんうんうん、仕分けで失敗したな。ああ、そうね。確かにね、うん。私は仕分けしませんとか言ってたから。そうそう。でもインタビュアーのあれ、ゆりたんはプレスはあんまり入れなかったけど、蓮舫がプレス入れて質問した時に、うん、センスのいい記者が、うん、なんだっけ、副都知事じゃまずいんですかって聞いた。あれ、賢いな。賢い。鈴木さんだから。すごい覚えてて。そう、前の好き、うん、まあ。そんな感じでございまして、はい、今日は、ジャガーとジャズマスター。ジャズマスター。ジャガーは、フェンダースですね。ちょっと高いですね。63年。そうですね。はい。はい、で、フレットは、打ち替えてあります。あ、そうなんだ、うん。やっぱりフレット減っちゃったらね。古いっていうかね、あっちの方ですね。うんうん、こちらも、48万ぐらいからスタート。48万。まあまあ、金額は後で。から、スタートしようかなと思ってますが、うん、これは、オークションじゃないから、うん、下がることはあっても上がることはありませんって。ほんまかいな。これはまあ一応、はい、40万7000円が指定価格、うんうん、想定売価みたいなんですよ。あのフェンダー社から送り出され、はいはい、これは35万。まあ、保証書にハンコが押してあるから、うんうん、中古だという解釈。そうですね。でもナンバーをつけた
車がショールームに置いてあって、うん、登録されたら中古車だけど誰も乗ってないって車あるでしょ、うん、ありますね。それと一緒です、まあ、めちゃめちゃ回りくどいですね。さすが元車会社。はい、いいじゃないですか、新人賞獲得。まあいい、何百年前の話だから。50年だ、まあいいや。とまあそんな感じでございました。はい、また清水の静岡市議会、の選挙の時には宮城市からそれまずいんじゃない。いい、大丈夫だよ。まずいの。とはダメなの。あ、いや、いいのか、別に。いいさ、お前個人で発言してるわけだよ。別に落ちたって構わないんだから、俺なんてこと言うた。気づくよ、俺は。清水の美穂アロハをやった人ですよ、この人が。あ、そうなんですね。うん、僕が舞台監督で。そっからアウトですよ。そしたら威張ってて、俺も威張ってたんだけど先輩だって分かって、後輩だって分かった。嫌な関係だなと思って。本当だね。はい、というわけでございました。はい、お疲れ様でございました。官民のズブズブを僕は見たい。もう本当です。何にも利益供与ないです。まあ俺も払ってないけど。そうだ、俺もやってないけど。献金の毛の字もない男ですからね。はい、お前も毛がねえじゃん。やかましいわ。落ち着き。お前その付け損ねのコンドームみたいな帽子なんとかしろ。やかましいわ。俺はクール、もうクール。これここ焦点。いや。焦点ない。今座布団のところ。俺でもね、焦点で笑ったことないよ。ないわ。飛行船出てたけどね。司会。うん。知ってるよ、焦点でしょ。後輩いい子だよね。後輩って身内で固めてつらいだろ。ということで、では、はい、もろもろよろしく。はい、よろしくお願いします。はい、ホームページ見に来てね。